それでは続きましてですね、ちょっと表彰の方に移る前に、全国で開催されています練習会の情報をですね、上村理事の方からよろしくお願いいたします。はい、皆さん競技の方お疲れ様でした。昼休みの時にですね、お聞きさせていただいてたんですが、今後も、各地の練習会情報、イベント情報を、各地は関西近県ですね、ご紹介させていただきたいと思います。明日1月28日、京都でジャパンヨーヨーツアーヨーバシカメラのウチメディア京都さんの方でヨーヨーイベントが行われます。で同日広島の福山ヨーヨー練習会も行われます。そして少し経ちまして2月の4日日曜日、奈良の方で奈良ヨーヨー練習会が開催されます。で、翌週2月10日土曜日大阪天王寺ヨーヨーグラブ、2月12日日曜日京都で京都ヨーヨースクール、そして2月の17日土曜日、兵庫の神戸ヨーヨー練習会が行われます。はい、そしてですね、今回ちょっと特別にこのステージをお借りしてですね、豊中練習会の横川さんの方からですね、一言ちょっとご挨拶をいただくことになりましたので、横川さんステージの方にお願いします。大きな拍手でお願いします。頭大丈夫ですか？これすいません、ご紹介に集まりました横川です。今日一日皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません、表彰の前に少しこちらで、報告をさせていただきたいことがあるので、できればようやく含めて、聞いていただければと思います。すいません、よろしいでしょうか？ですね、まず一つ目、こちらちょっとちっちゃいことなんですけれども、私今ジンギスカンドロップスというヨーヨーチームを組ましてもらいましてやってるんですけれども、この今年度のジャパンヨーヨーリーグに当チームから出場者がいないので、いなくなりましたということで、このウエストの日程をもってジンギスカンドロップスを解散させていただくことになりました。これがまず一つ目です。で、もう一つ並びになんですが、私来年度からお仕事変わることになりまして、その関係とちょっと締めということもあって、この3月で豊中ヨーヨー練習会は締めることとなりました。はい、そうですね、次の3月でちょうど8年になるんです。で、ここまで続けてこられたのも、本当にここに来てくださってる中で、豊中年来てくださる方よくいてくださってね、それがすごい励みになってました。で、ただ、まだ僕大阪に住んでて、来年以降ちょっとまだどこに住むかわかんないんですけども、もし大阪に住むことができるようであれば、定期開催とはいかないでもですね、長期休暇とか大会前にはまた練習会できたらなと思っております。ただこの後忘年会、新年会ですね、打ち上げがあるので、まだその時参加者の皆様には、そちらの方から改めて、お礼をお伝えさせていただきたいと思います。次のちょっと日程だけお伝えしておきます。2月は2回あります。2月11と、2月の25、3月は2回、3月の10日と3月の25、この3月の25日が、最終ということになりますので、また告知の方を見ていてください。すみません、長くなりましたが、8年間本当にありがとうございました。お疲れ様でした。お時間ありがとうございました。ご苦労様でした。拍手をお願いください。ありがとうございました。JYF の方ではですね、各地のヨーヨーイベント、練習会などの情報をピックアップさせていただきまして、ホームページの方でヨーヨーイベントカレンダーということで、お告知をさせていただいております。もしですね、ご自身で何か練習するための場所を借りたとか、はい、ヨーヨーのイベントがあるからお告知してほしいと思いましたらですね、ヨーヨー連盟のお問い合わせの方からご連絡いただければ、極力こちらの方を設けてもらえなければ掲載などを行うようにしております。最近初心者の方も、ね、非常に増えてきておりまして、今日も会場で実はヨーヨーってどこで練習とかヨーヨーを教えてもらったりできるんですかというご質問も実際いただいております。はい、どうも各地のですね、練習会盛り上げていきたいと思っておりますので、皆様ぜひご協力をよろしくお願いいたします。それではすいません、表彰の方に戻らせていただきたいと思います。上村理事ありがとうございました。